本日は論理的推論と深層学習ベース自然言語処理の組み合わせによる判決推論という題で発表いたします。まず研究の背景で、生成系 AI についてはちょっと今、避けて通れないんで、その話をしてから、私たちのシステムについて説明したいと思います。まず自己紹介ですけど、私30年ぐらい AI の論理的基礎の研究をしてまして、で、2006年に、AI の法学への応用をちょっと考えて、東大法科大学院の方に、社会人入学しまして、2007年ぐらいから、自律インフォルマティクス、日本語訳は人工知能法学としてるんですけども、これの提唱をしております。で、サイドエフェクトとしては、司法試験合格して、ある程度法学の知識を、得たと考えております。で、研究の背景ですけども、IBM マトソンっていうのがありまして、そのプログラムが、クイズ番組で、チャンピオンに勝ったっていう話があってから、結構この AI ブームになったんですけど、それとともに、深層学習っていうのも、同時的に発生しまして、で、機械学習系 AI を、法律で、応用するっていう話がいろいろ出てきています。で、ただし、現在盛んになっている深層学習ベースの AI っていうか生成系 AI っていうのは、コンテキストの類似に基づいて、言語予測をしかしてないと。言葉の意味っていうか、特に論理的意味っていうのは理解しているとは言い難いです。先ほどの湊先生のところの発表でも、ありましたけれども、基本的には、こういう類似を見つけるっていうのはすごく得意なんですけども、ちゃんとした計算をしろとか、論理的推論をしろっていうことについては、なかなかうまくいってないんじゃないかっていうことで、判決推論の場合、論理的推論ができないっていうのは致命的で、そういう意味では、ちょっとまだ生成 AI を判決推論とかに使うのは難しいのではないかなっていうふうに考えています。で、実際に、日本の司法試験担当式の問題をちょっと解かしてみました。で、問題は相続財産に関しては、相続財産管理人が、選任された場合でも、相続人が確定するまでは時効完成しない。これが正しいかどうかっていうことを、答えるっていう問題なんですけど、関連条文としては、この民法第160条で、相続人確定した時か、または管理人が選任された時か、破産手続き開始の決定があった時から6ヶ月を経過するまでの間は時効はキャンセルしないって書いてあるんで、相続人が選任された場合で、相続人が確定しなくてもですね、6ヶ月経過すれば時効は完成するんで、これがノーなんですけど、チャット GPT で実際に、解かしてみたところ、まず質問、プロンプトですね、は、160字を書いて、で、この条文により、S の、以下の質問が正しいか、Yes ので答えてくださいっていうふうに質問して、で、回答としては、Yes ですっていうことで、間違ってます。で、民法第160条によればって言って説明書いてあるんですけど、これも間違ってます。結構、文章的には流れるような文章なんで、正しいように見えるけど、違ってます。で、理由は、ここで書いた理由で、またはっていうのの解釈がちょっと間違ってて、それによって、違う答えになってるっていうことで、これ見ても論理的推論は苦手のように見えます。で、生成 AI っていうのは、湊先生のところに言われましたけど、ある程度この単語の区切りをして、それでコンテクストを使って、一番、起こりやすい言葉を探してくるっていう、そういう、メカニズムなんですけど、それにしても、あの程度の、計算量的に考えると、あの程度のデータだけで、ある程度すごい、流暢な言葉を作っていくっていうのはすごく驚異的なんですけど、結局間違いも多くて、精査しないと使えないわけですね。なので、下手すると、その精査の時間にかかりすぎて、自分で考えるより時間がかかってしまって、あんま役に立たないっていう場合が、あり得る。特に、クリティカルな、ことに関して、チャット GPT を使うのは、難しいのではないかなっていうふうに、考えています。
で、実際アメリカではチャット GPT 使って弁護士がですね、チャット GPT が作った架空の判例を存在するものとして裁判所に提出して問題になった事例が、今月5月の時に出て問題になっています。ということで結論的には法的推理はまだ記号処理系 AI っていうか、今までの、AI に利点が存在すると考えていますので、先ほど、キスラガ先生から質問があった、生成系 AI そのものだけでやるのか、それとも何らかと組み合わせてやるのが、どっちがいいかということで、私の今の結論は、こういう別な、記号的種 AI とか、計算モジュールとか、そういうの別に、作ってですね、それと融合させるのが一番現実的ではないかというふうに考えています。で、そういうことで、これから私の、研究の、ご紹介になるんですけども、今やってるのは、民事裁判で3つのフェーズがありまして、事実認定フェーズ、当てはめフェーズ、判決推論フェーズっていうのがあるんですけど、判決推論フェーズっていうのを定式化しています。判決推論フェーズっていうのは、すでに事実認定がされて、事実が決まるかまたは、アンノーンの場合もあるんですけど、その場合に、判決を、民法のルールを使って結論するっていう、そういうところを定式化しています。で、論理プログラミングっていう、if then、if then else みたいな形の、もので全てを、記述する、論理プログラミング言語っていうのがあるんですけど、それを使って、判決推論の定式をしています。で、我々のシステムはプロレクと呼ばれている、呼んでいるシステムで、プロローグベースとリーガルリズニングシステムっていうのを提案しています。で、プロレグシステムっていうのは、ルールベースとファクトベースっていうのがありまして、それからなります。で、ルールベースっていうのは、民法とか、の条文とか最高裁判例の要件を、効果、そして左矢印、要件の形で表します。で、これの意味は、要件が成り立ったら原則的には効果が発生するよっていう、そういうような、意味になっています。ただし、法律には、例外がいろいろありまして、その例外を、記述しなきゃいけないんで、例外事由、括弧効果例外っていう形で表しまして、たとえ要件が、先ほどの原則ルールの方で、要件が成り立ったとしても、例外が成り立つ場合は効果は成り立たないよっていう、そういうような形の、ものを、この例外事由、括弧効果例外で表すことにしています。で、このような表現っていうのは、実は法曹の知識表現と合致してまして、この原則例外っていうのが、放送の推論パターンになってるので、この形で書くと非常に、放送の人たちは、理解できるっていう、そういうような、利点があります。それから、ファクトベースっていうのは、当該事件の事実関係が記述されてまして、それを使って、判決を推論するっていうことになります。例として、ここでルールベースの例を挙げてますけども、買い主が売り主から売買対象物を受け取る権利を持つのは有効な売買契約があるときであるということで、結論として、right to handing over the goods っていうのは、その対象物を受け取る権利があるっていう、効果が、で、左足印があって、valid purchase contract っていうことで、有効な売買契約があるときであるっていうふうに、表すと。そのような形で、結論と要件を書くと。で、一番下に書いてある正しい書きで、未成年者が売買契約をして、取り消した場合には、売買契約が有効ではないっていう、これは例外事由なんで、結論のバリッドパーチェスコントラクトっていうのは、リセッションバイマイナーバイヤーっていう、未成年者が売買契約をして取り消した場合には例外ですよっていうふうな表現をします。で、あと、ファクトベースとしては、例えば、このアグリメントパーチェスコントラクトっていうのの事実、について、実際の事件について記述するというような形で、行な、あの、表現します。それで、これを使ってですね、この2つのルールベースとファクトベースを使うことによって、このような、
図を出していきます。これは判決推論。これが判決推論で、一番上にあるやつが結論で、で、下にあるやつは、それを満たすための条件が書いてあります。で、赤い部分は成り立ってないっていうことで、この場合は、先ほどの、未成年者による取り消しっていうのが起こってるっていうところで、点線に書いてあるリセッションバイマイナーバイヤーっていうところが、この、例外になってます。で、例外が成り立つと、原則の結論は成り立たないっていう、そういうような表現で、まあ、このブロック図も、ブロック図って呼んでるんですけど、放送にはすぐ理解できるものなので、正しくちゃんと判決できるかどうかっていうのはチェックすることができます。で、プログラムシステムの現状としては、現在2500ルール、10年ぐらいずっと作ってて、まあ世界最大規模の法律自動推論システムで、まだ所有にはなってないんですけど、まあ一番、可能性が高いのは法科大学院生の教育ツールとして、先ほどの原則例外を教えるところには非常に役に立つのではないかっていうふうに考えています。で、プロレグの欠点の解決ってことで、プロレグだとですね、入力が論理式のため、一般の人たちには使いづらいっていうことで、まあ、放送の人にも使いづらいと思うんですけど、そういうことで、今、一番研究してるのは、自然言語による事件記述からプロレグに入力する事実述語を自動抽出して、で、人手で書いたプロレグの民法ルールを適用して判決推論システム、判決を推論するシステムを構築しています。で、先ほど言いましたように、この事件記述からプロレグに入力する事実述語の自動抽出っていうところに深層学習を使いまして、それ以外のところは記号的 AI で、推論するっていうところは、その推論エンジンを使うっていう、そういうような、組み合わせを、今のところ、使っています。で、まあ、ワーキングエグザムって、ちょっと英語で申し訳ないんですけど、先ほどの、例に、もう一つ複雑な例は、事件というか、事実を付け加えまして、まあ、アリスは、この、テレビを100ドルで買いましたけど、で、アリスはマイナーっていうことで、未成年ということで、取り消しましたと。しかし、この、取り消しは、ボブっていう売り主が、脅迫して、で、取り消したと。で、ボブが、それを別な人に、売りたかったからですって書いてあるんですけど、この中で法的な意味があるのは最初の二つで、三つ目は関係ないんですけど、こういう文章がいろいろ書かれたとき、これに関して、先ほどの事実述語が、思想学習で、まあ、抽出できるかっていうことで、実際に、まあ、やってみると、まあ、こういうような感じで出てきます。で、ちょっとデモします。これが、その、システムですけども、この先ほどの文章がここに書いてありまして、これをですね、プロレグに変換しなさいって書くと、このような事実が出てきます。それで、先ほどの、プロレグのエンジンにかけますと、このような事実が出てきます。先ほどは、ここの部分だけだったんですけど、もう一つ例外の例外っていうのが入ってまして、飼い主がです、ボブがですね、アリスに対して脅迫したから、この、取り消しが起きたんだっていうふうな、ことで、これが、脅迫があると、この取り消しは無効になりますので、そうすると、この、原則が成り立ちまして、その原則の結論として、この、right to handing over the goods っていうその結論が、正しいっていうことになります。で、これの、いいところっていうか、はですね、こういう同じ事実をですね、いろんな表現でできるんですけど、それをこう、結論だけ言いますとですね、先ほどチャット GPT で見たように、現在の翻訳への応用っていうのは、言葉の重み付けのような浅い知識の活用に留まってます。まあ、コンテクストを使ってですね、そのコンテクストで一番、起こりやすい単語を作って文章を作り出すっていうようなことをやってまして、で、まあ、類似的な、推論、
みたいなのはうまくいってるんで、実際の、応用ではですね、類似判例検索みたいなのはうまくいってるっていうふうに、まあ考えます。で、AI、あ、えっと、法律の世界には、ルールベースと、事例ベースっていうのがありまして、判例べ、あの、事例ベースっていうのは判例、過去の判例を使って結論をするっていうような、やり方もあるんですけど、そのやり方には非常にこれは合ってるんじゃないかとは思いますけども、ルールベースの場合は、なかなかそこの、応用は難しいのかなっていうふうに、まあ、考えています。で、より高度な支援のためには、どうしても論理的推論のような高度な推論には常識的知識が必要で、この部分は今のところ、このチャット GPT 的なものでは難しいっていうことで、まあ、生成系 AI と記号処理系との適切な融合が今後のキーとなると私は思ってまして、で、一つの例としては先ほど言ったように文章から、論理式を作り出して、で、論理式から、ルールを使って結論するっていう、そういう部分、そういうような形の、融合が、まあ、法律では、ルールベースの法律処理では、必要になるんじゃないかなっていうふうに思っております。発表は以上です。ありがとうございました。